参議院では倉林明子さんが高浜原発この、過酷事故が起きた時の避難訓練が8月に行われた、このことを取り上げたんですね。私も聞いていて驚きました。過酷事故が起きた、まあそこはの半島ですからね。高浜原発から避難していくためには船使ったりヘリコプター使ったりしなくちゃダメだ。ところがわざわざ用意した自衛隊のヘリコプターは風が強くて飛ぶことができなかった。そして船はといえば波が高くて動き出すことができなかった。それじゃどういう避難訓練になったのか。住民の皆さんはなんと陸路を自動車を使って避難するために高浜原発に近づきながら避難をするというですね、とんでもない訓練を行ったということが明らかになったんです。これね、台風とかでもう史上まれに見るような悪天候だったのか、違います。この時の風速というのは年180日以上同じぐらいの風速が起きているっていうんですね。ということはこれ過酷事故が起きたらやっぱり避難のしようがないということが明らかになったんじゃないでしょうか。この時にですね、どんなに安倍総理に答弁を求めても安倍総理は立とうとしないんです。そしてやっと立ったと思って何を言ったかというと、避難計画に万全なものはありませんと、これから検証をしてさらに練り上げていきますっていう答弁をするんですよ。避難計画が万全なものが作れないのならば原発再稼働などありえないんじゃないでしょうか。結局は事故なんか起こるはずないさという愛も変わらぬこの安全神話に今も安倍政権がどっぷりと浸っていることが明らかになったと思います。もう一つ加えて言うと、今日実は議員会館の中で日弁連の方々が主催する学習会が行われました。これは原子力事故の賠償をどうするかというそういう学習会だったんですが、結局賠償なんかできっこないから国が面倒を見てくれ、こういう仕組みができなければ再稼働はできない、だからそういう仕組みを作るんだという議論が今どんどんされていると言います。廃炉のためのお金も国に出してもらう、あるいは電気料金に上乗せする、賠償のためのお金も国に出してもらう、電気料金に上乗せする、こんな経済性の全くない原発、この日本のエネルギー政策の中にいらないということを皆さんと一緒に大きく声を上げていきたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。おはよう、はいどう、はいどう、はいどう、はい